さて第1回目の親父のやじいかがだったでしょうか今回は第2回目ということでまた今日もよろしくお願いいたしますさあ、えー、コンセプトとしましてはですね今回は昭和の懐かしい曲ということで、まあ、フォークソングを中心に紹介をしていきたいと思っております えー、時の流れとともに曲はどんどん変わっていっててね僕らがちょうどあの中学校高校、まあ、いわゆるあの思春期っていう時代この辺りはニューミュージックとかですね、まあ、あのジャンル的にもいろんな新しいグループだったり音楽の系統が、えー、始まった時代でございまして新しいものと古いものが入り交じってねであのー 今で,そうだね、今で言うと考えられないのかもしれないですけどね昔はあのアーティストの方々でも、えー、ある程度曲が売れてねあのテレビに出てきてもいいかなっていうぐらいの状態になってもねいや、私はあのテレビには出ませんとか言ってね、えー、出演を拒否したりとかですねあの独自のスタイルを貫いている方っていうのも結構いらっしゃいましたね。だからそういった面ではあの 時代の流れそういったものが始まったのが僕らのちょうど、えー、中学高校時代の頃なんじゃないかなとその前というのはですねまあ皆さんあの聞いたことあるかと思うんですけど歌声喫茶とかですねちょっとあの曲調的にはやっぱりちょっと違う歌い方ももちろん違ったし曲調もちょっと違ったとっいうところで随分、えー、と雰囲気は変わってきたなっていう感じがあるんですけどもね えー、それではですねまずはとりあえず、えー、今日はどういうスタイルでいくかっていうのをですね、えー、とにかく曲を聴いていただいてそこから始めましょう、ね、どんな曲を選曲したかによって多分今日はこいつこんなことやりたいんだろうなっていうのをねやっぱりあの分かっていただきたいなと思いますので、えー、第1曲目に紹介するのは「君に捧げる」 心苦いブルース。荒木一郎というね。知らないでしょ。<laughs> 知らないでしょ、こんな曲。こ,こ,こんな曲って言ったら、えーね、歌い手さんに失礼ですけどもね。あのー、いや,いや僕だけの認識かもしれないですけど、結構マイナーです <laughs> なぜこの曲が気に入ったのかも、僕も当時よくわからない。今もよくわからないです。でもね。なん くね、切ない、ほろ苦いこのブルースがね、僕好きなんですよ。<laughs> 今日の選曲いいですか ?1 曲目聴いてください。君に捧げるほろ苦いブルース。荒木一郎、どうぞ。